散々セックスしたからもう卒業とかって大学生の時にギャルはもう卒業とかは言ってた気がするけど、50ぐらいになったおっさんとかがなんか、いや俺はもうそういうの卒業したからどうやとか言ってやられても、いやなんか卒業じゃなくて退化 もうできないことをあえて卒業っていうメンタリティーってすごいこう見苦しくないですか？往生際も悪いんですか？自称卒業した男は、私が一番最初は米山元知事が辞める会見をした後に、おじさんがマウンティングをしだしたのが気になって、それ以来注目してる分類だったんですけど俺も昔はそういうのいっぱいやったけど、今は卒業したからっていう物言いをするおじさんはすごい多いと思って、不倫でもババ活でもなんかセクハラでもなんか女遊びでも、今やってるって言うと叩かれるもの、やったって言って誰かが叩かれてるものに対して、やったことないんじゃなくて昔やってて今は卒業したっていうのすごいマウンティングじゃないですか。知らないんじゃなくて俺はすでにもうそういうのは全部やって卒業してるっていうメンタリティって、多分過去も大したことしてないんですよ。私は結構泳がせます。すごいどんなことしたのみたいなでも確かにいろいろ知ってさ、私そういうの全然わかんないみたいなって言うと、なんだろう、どんどん武勇伝が出てくるんだけど、その武勇伝は多分誇張していってるけど、誇張していってるものの核ってあるじゃないですか。多分完全な嘘を言えるのは多分虚言癖の人で、だからなんかこんなことあったんだよ昔、なんか女いるのになんか他で遊び回ってたんだよみたいな。でよくよく聞いてみれば、そもそもなんで偉いのかわかんないじゃないですか、それがそれでマウント取ってるってことはさ、その価値観から卒業しないからだと思うんですよね。例えば週刊誌に載っちゃった人よりも報われてないとか、遊んでないとか、もうあんまり持てなくなってきたとか、奥さんが攻撃の上にいるとか、そういうことをなんか卒業したってあえて自分で放棄してるようにいうことで、なんか自分の自尊心を、薄っぺらな泣けなしの自尊心をなんとかこう暖炉で温めてるみたいな感じしません